はい、皆さんこんにちは。今日もガチャガチャを開けていきたいと思います。またちいかわガチャ。今回は高いのでクオリティに期待をしたいと思います。では早速開封タイム。まずはこちらの赤カプセルから開けていきます。今回やってきたのはこちら、ちいかわジオラマアクリルスタンド、全5種500円です。今回これめっちゃいいなって思うのは、このアクリルパーツが何個かに分かれてて、こう立体感があるんですよ。わかる？それが非常に楽しみで、ラインナップ、ちいかわの家と、ハチワレの家と、どんぐり DJ と、ロー、そしてサウナというラインナップになってます。で、こうやって見てみると全部4つのパーツでできてるみたいです。地面と背景で小物2つって感じだね。一番欲しいのは絶対に圧倒的に完全に八割の家です。結構大きいよ。一つ目当たったのは、ちいかわの家です。見て。よくないこれ。立体感。なんとこのパーツ、一つ一つ個包装で入ってました。それなりに厚めのアクリル。で、ツヤツヤでね、結構綺麗。まあ、アクリルだから当たり前っちゃ当たり前かもだけど、結構クオリティやっぱ高いわ。で、ちいかわの家なんですが、ドアからハチワレさんが覗いてるのと、窓からウサギさんが覗いてます。で、このチーカーの後ろにはね、こうバッグとかクマのぬいぐるみとか散らかってる感じがまたいいよね。とりあえず一つ目、一番当たりっぽいチーカーの家、ゲットしました。次、開けていきましょう。次、青カプセル。大本命、開けていきます。ほら、やっぱり個包装になってんの。二つ目当たったの、ハチワレの家です。ハッちゃん来た。ハッちゃん、ハッちゃん当たりました。で、ハチワレさんの家には、まあ、あの例のかわからんが、石みたいなやつの壁になってて、ライトがちょこんとついてると。で、花瓶、褒められリボンがついてます。青いリボンだね。感動エピソードのやつで、タンスみたいな棚が映ってるのと、段ボール机でうどんかな食べてる。これ夜食の時のやつかな。で、なんかね、ハチワレさんの、これわかるかな、周りにね、ホクホクしてんの、湯気が出てるの。細かいよな。地面はまああの感じだね。あの外の感じ、やっぱハチワレさんの家が一番落ち着くよ。というわけで2つ目、大本命のハチワレの家をゲットしました。もう大満足です。最後は黄色カプセルです。最後3つ目当たったのは、どんぐり DJ です。うさぎです。順当にちいかわ、ハチワレ、うさぎって当たった形になりましたね。で、うさぎだけ、家がわかんないんだよね。なんかうさぎの家行くみたいな下りの時にここにたどり着いたんだよね。で、背景はあのどんぐり DJ の参加者たちっていうの、キャラクターたちがいっぱいいて、で、一番手前にどんぐり磨いてるうさぎがいるんですよ。これはまだいいよ。これはまあいいよ。もう一個のギミックよ。これ。ティロリティロリなっとるやん。物じゃないんだよね、すでに。まさかの効果音がスタンドになってる。で、これは、ティロリ、ティロリでしょ？ポテトが上がる音。うさぎだけ置くものなかったのかな？まあでもうさぎだけ文字をこうやって置くことによって、なんか異質さが出ていて、それはそれで良いかもしれませんね。三つ目、どんぐり DJ が当たりました。ティロリ、ティロリ。はい、というわけで今回は、ちいかわジオラマアクリルスタンドのガチャガチャを3回やってきました。結果はこんな感じです。ちいはちうさ、
ピンポイントで当たったので大勝利だったと思います。でこのガチャめちゃめちゃ背景とかにもこだわってるし、パーツ多いし、いやもう凝ってるし、良いよ、かなり良い。あの500円ガチャなので高いんですが、それだけのクオリティはあります。ぜひ見つけたらこちらのガチャガチャやってみてください。案外このガチャガチャはそんなになんか売り切れとかになってない気がする。この他にもちいかわのガチャガチャ、その他のガチャガチャ、いろいろ回しておりますので、そちらの動画のチェックもお願いします。そしてこの動画が良ければ高評価、チャンネル登録、ぜひぜひよろしくお願いします。それではまた次回のガチャガチャでお会いしましょう。バイバイ。